来たな福岡。来ちまったな。屋台はどこよ。夜にならないと出ないらしいぞあれ。じゃあまずはラーメン。あ、やっべ、俺飛行機で弁当食っちゃった。観光に来たわけじゃねえだろ。まずは福岡分校の拠点に行くぞ。どこにあんのよ。どうせ田舎の方なんでしょ。詳しい場所までは知らん。林道が案内してくれる手はずになってるらしいけど。ああ、ここの通りをまっすぐ進むだろ。でしばらく行ったところを右に曲がんだよ。そんでまたそっからちょいと歩くとバス停があるから、しばらく乗ってると最寄りに着くぜ。は？し、説明したしもう十分だろ。あわよ。マジかあいつ。あの女、小学生でももっとマシな道案内できるでしょ。追いかける気も失せるわ。はあ、伊地知さんに連絡して指示を仰ぐか。凪の学長と合流するらしいからな。そういや、その学長は今どこで何してんだ。凪の学長なら。すまんが、東京でちょいとやぼ用があってな。なーに、大したことじゃないからすぐに俺も合流する。それまでは生徒らに任せてやるから頼るといい。ぜひ助け合ってくれ。だとさ。早速助け合いの精神が失われてるんですけど。まあこうなったらいよいよ観光でいいんじゃねえの。そうもいかねえだろ。仮にも任務だ。東京校の方たちですね。そうだが。その様子だとやはり林道さんは全部放り投げて単独行動中のようですね。いつもいつも自分勝手に。ちょっとした指示くらい守れよ。その口ぶり、あんた分校生？福岡分校1年、結城です。林道に代わって皆さんを分校まで案内しますので。俺は自己紹介は不要です、存じているので。伏黒めぐみさん、釘崎野原さん、虎杖悠仁。なんで俺だけ呼び捨て？睨まれてね。呪術規定に従うのならば、虎杖悠仁、いや宿儺の器、あなたは排除されるべき存在だ。今すぐにでも。あ、その感じね。どいつもこいつも喧嘩越しなのは県民性なのかしら。その話散々したから今更面倒なんだが、お前も虎杖を殺そうって腹積もりなら。遺憾ですが、それはできません。凪の先生に仲良くしろと命じられているので。じゃあどうするってんだよ。それは板挟みゆえまだ検討中ですが、取り急ぎは中間の。排除もしないし仲良くもしないで。すっきりしねえな。仕方ないでしょう。呪術規定も上官の命令もどちらも守るべきものに変わりないのだから。とにかく俺はあなたの存在を認めない。それだけははっきりと伝えておきます。はいはい、分かったから、さっさと話進めようぜ。言われなくともそのつもりです。同期の尻拭いとはいえ職務は全うする。はい、結城。今から来い。職務を放り投げておいてよくそんな口が聞けますね。林道さん、東京校の方々の案内は君の。未確認の呪霊を発見した。こいつ真っ昼間だったのに街中をぴょんぴょんと派手に移動してやがる。呪霊？のんびりしてる暇はなさそうだぞ。どっか適当な場所に追い込むから、お前の結界で閉じ込めろ。場所は送っとくから、さっさと来いよ。待ってください、そんな急に。あ、東京の奴らは連れてくんなよ。せっかくうまいこと巻いてやったんだから。
どうやら近辺で呪霊が確認されたようです。すみませんが、皆さんも同行してもらいます。昨今この地で出現する呪霊は普通じゃない。万が一に備えてあなた方の力も借りたい。待ちなさいよ。こっちは同期をボロクソ言ってくるやつと肩並べて仲良く戦えるほど人間できちゃいないんだけど。俺はただ呪術規定の話をしただけだ。ボロクソ言ったつもりはありませんよ。あんたね。いいって。怒ってくれんのはありがたいけどさ。別に私が気に食わないってだけよ。ユキ、俺はお前にどう思われてようと呪術師として戦う。だから呪霊のところへ案内してくれ。言われなくとも全員ついてきてください。ずいぶんとおちょくってくれたな。このビルがてめえの島ってことか。薄気味悪く笑ってられんのも今のうちだ。今すぐてめえのドタマかち割って。おい待ちやがれ。待ってください、林道さん。これ以上の独断専行は控えてください。うっせえぞ、ユキ。もう中に逃げられちまったぞ。自分勝手なことを。これでも急いだつもりなんですが。足腰鍛えりゃもうちっと早く走れるだろう。まあいいや、閉じ込めちまおうぜ。さっさと結界を。待て。勝手に話進めないでくれる？んだよ、連れてくんなって言ったよな。チラッと見えたけど、あの呪霊かなりの呪力だった。一人で行くのはやべえって。なぜ凪の先生が彼らを呼び寄せたのか、その意味をよく考えるべきだ。お前が何のために戦ってんのかは知らねえ。だけど今は手を組むべき状況なんだろ。だったら。必要ねえよ。私がやんなきゃいけない理由がある。並んだごたくは蹴飛ばして進ませてもらう。ユキ、私が入ったら閉じろ。なんで私たちを呼んだのかわからなくなるわね。どこを見て学長さんは仲良くやれると思ったわけ？さあな。あいつがどんな態度だろうと関係ない。俺たちは俺たちでこなすだけだ。だな。一応聞くけど、止める気はねえよな。むしろ追いかけてほしいくらいです。近頃の林道さんは行き急ぎすぎている。ルールを守らず自分勝手な行動を取るのは嫌ですが、同期に死なれるのは勘弁してもらいたい。そっか、それを聞けてよかったよ。お前普通にいいやつじゃん。もう行くぞ。おさっさと追いついて、あの暴走女に文句言ってやりましょう。俺の術式はサポート向きの結界術。中での戦闘は皆さんに任せます。サポートって？呪連素術、ヨカリ。お、夜になった。帳じゃないな。呪力の質が奇妙だ。厳密に言えば違うのですが、帳と思ってもらって問題ないです。少なくとも今はあなた方への関係はないので。そっか、じゃあ行ってくるわ。私も。あの、待ってください。最後に一つだけ。何よ。林道さんのことで少し。別に同情を誘う気は毛頭ないですが。伏黒、このビル。ああ、明らかに不自然だ。街中にある割に呪霊の数が多すぎるし強すぎる。よっぽど負の感情が向きやすい曰くがあるか、あるいは
何者かが意図的に呪霊を配置しているか。俺たちがわざわざ東京から呼ばれてるって思うと、考えすぎってこともなさそうだよな。何にせよ、さっさと林道に追いつかねえと。ごめん、遅れた。なんかあったのか？別に大したことじゃないわ。ただあの女をぶん殴ってやりたい理由が一つ増えただけよ。林道は言わずもがなだけど、釘先も大概。なんでもないです。呪霊がどこから現れるかわからん。用心しろ。ええ。たく、余計なこと聞かせてくれちゃって。もうじき福岡分校は解体されます。はあ？うちは凪の先生を中心とした小さな組織ですので、存在意義が呪術界の上層部で疑問視されていて、数ヶ月以内に解体されることがほぼ決定しているんです。悪いけど、はあそうですかって感想しかないわ。俺もですよ。上層部の決定だ。特に考えはない。凪の先生も同じように受け入れている。だが林道さんだけはそうではない。福岡文庫を存続のためにあがき続けています。存在意義がないなら作ればいい。誰もが認めざるを得ない組織にすればいい。だからあんなに張り切ってるってわけね。で、それを聞かせてどうしろって言うのよ。考えなしの無謀ではないとだけ伝えておきたかった。理由を知っているのと知っていないのとでは、いざという時。別に理由なんか知らなくたって止めるわよ。いけすかない奴でも死なれるのは嫌だし。それに釘先？考え事してた。行きましょう。散々逃げ回りやがって。けどもう追い詰めたぜ。これ以上後ろには引けねえよな。うす、気味悪い笑いしやがって。余裕しゃくしゃくってな。いいぜ、そのブッサイクな面ぐちゃぐちゃにしてやるよ。だよ、嬉しそうじゃんか。私を痛めつけてんのがそんなに楽しいか。だとしたらてめえセンス皆無だよ。むしろここまでは予定通りってやったぜ。最下天寿。私の術式は受けた痛みを呪力に変換すんだよ。ダメージがでかけりゃでかいほど私は強くなる。つまりここまではあえて食らってやってただけだ。だからあんま調子に乗んじゃねえぞこら。術式の開示ってやつをしてみたけど、こういう呪霊にすんのも意味あんのか。まあ何でもいいか、どうせボコすんだしよ。それなりに手ごわい相手だったし、うちらの手柄としても上々。嘘だろ、消滅は見届けたはず。なんでまだ立ってる。まずい、どうする。いや、過ぎたことはどうでもいい。今はどう立て直すかだ。痛みをため直すにゃ傷をもらいすぎてる。けど逃げるのはありえねえ。だけどまずなんでてめえらが。
お前を助けに来たわけじゃない。呪霊を倒しに来ただけだ。余計なことしてんじゃねえ。こいつを払うのは私だ。そういう割にはボロボロじゃない。死にたがりも大概にしなさいよ。てめえに言われる筋合いはねえよ。私がやんなきゃ。ごちゃごちゃうっさい。痛い。マジか釘崎。イタドリ、伏黒、こいつに話があるからそっち押さえといて。いいけど、それ今する話なのか？今する話。他の事例も寄ってきてる。手早く済ませろよ。へえ、私なんで殴られたの？あんたに言っとかなきゃならないことがある。そんなん聞く気は。聞け。なんだよ。あんたが私らに突っかかってくるのは百歩譲って構わない。喧嘩売りたいならいくらでも売ってきなさい。だけどあんたが目の前で自殺同然の無茶をしてんのはだいぶ、いえかなり気に食わないわ。あんたにも仲間がいるんでしょ。そいつらの気持ちとか考えたことあんのかよ。仲間だけじゃない、私もそうよ。別にあんたと仲良くなったわけでもないけど、それでも肩並べて戦った術師が帰らない。そんなの胸くそ悪いのよ。考えたことあんのかって聞いてんのよなあ。てめえにどう思われようがどうでもいい。こっちにはやんなきゃいけねえ理由が。文庫を存続させるためでしょ。勇気のやつ、余計なこと話しやがったな。あんたにとってそれは命かけてでも叶えたいことなのかよ。他の奴ら無視して死んででもやりたいことなのかよ。当たり前だろ。どうして。ただの恩返しだよ。私を拾ってくれた先生への、術師として育ててくれた福岡文庫へのたったそれだけの自分手前な理由だよ。だけどな、命が惜しくて恩を忘れて信念曲げちゃう。私は私でいられなくなる。そんな理由で命かけられんの？かけられるわ。私が私であるためだもの。だから命をかけるには十分だ。分かったらどけ。私はあの呪霊を払う。どけって。決めた。は？イタドリ、伏黒、そいつは私とリンドウがやる。あんたらは寄ってきてる雑魚を押さえといて。は？なんか理由があんのか？ある。ならいいけど、ヤバくなったら割って入んぞ。なめんな、楽勝よ。ほら、行った行った。やるわよ。花はあんたに持たせてあげる。どういう風の吹き回しだ。あんたと一緒に戦う上で気をつけておくべきことは？術式の都合上、あえてダメージもらいに行くから気にすんな。了解。ほら、来るわよ。こんな時にさっきの傷が痛み上がる。あと一押しだってのに足に力が入んねえ。まず致命傷。痛いわね。あ、てめえどうして。いいからさっさととどめ。そろそろ術式いけんでしょ。最下戦術。
お疲れ。あんたの術式便利そうね。呪力に変えちゃうってことは痛くなくなるんでしょ？そうでもねえよ。痛みは消えるけど傷は治んねえから。無茶しすぎると体動かなくなるし。んなことより聞かせてもらうぜ。なんで私に花持たせるようなことした？自分で言うのもなんだがよ、私はあんたらに最悪な態度取ってたと思うんだが。そうね、クソムカついてたわ。じゃあどうして？なんでかしら。そうね、自分が自分であるために。あんたのそういう信念嫌いじゃないってだけ。言葉を借りるけど、あんたをないがしろにしちゃったら私も私らしくなくなっちゃうって思っただけよ。理由なんてそれだけで十分なんでしょ。ほら立てる？手貸してあげる。はぁ、リンド、何ほうけてんのよ。かっけえ。あんたって人は、釘崎さん、いや野村さん。何よ急に。近いんだけど。マジかっけえっす。尊敬したっす。これからはバラネーと呼ばせてください。はぁ、いけすかねえクソ生意気な女にも手を差し伸べる男気、マジ感服もんっす。頼ませっす。クソ生意気な自覚はあったのね。バラネートなら全国制覇も夢じゃない。一緒にてっぺん取りましょう。私はナンバー2でいいんで。話がぶっ飛んでる気がするんですけど、分校の存続はどこ行ったのよ。バラネーが力貸してくれんならいけるっすよ。一旦そこまでは花持たせてもらって、その後はバラネーにバン張ってもらう形で。やっぱ飛んでるわね。取り急ぎ今回の件で大活躍してブイブイ言わせましょうよ。んで虎杖悠仁より目立ちまくる。なんだこいつ、二重人格。釘崎、こっちの雑魚も片付いたぞ。ってなんか凛斗の様子おかしくね。あーん、てめえなんか文句あんのかこれ。やめなさい。はい、すんませんした、バラネ。手なずけてる。怖えよ、何があったんだ。私もよくわかんないんだけど、マジリスペクトなんだって。まあ案外悪い気はしないからよしとしとくわ。射程ができて釘崎のヤンキー度も上昇って感じ。うっさい。そうだ、うっせえぞ虎杖、生言ってんじゃねえ。バラネ、こいつ閉めますか、閉めちゃいますか。いやマジで射程のそれじゃん、怖えって。無事でしたか。呪霊は片付いたようですね。ああ、伏黒は調べることがあるってまだビルの中だけど。ああ、あと約1名様子がおかしいやつがいんな。はい。ほらあれ。バラネー、バラネー、なんか行きたいとこないっすか。案内しますよ。とりあえず荷物置きたいんだけど、さっさと分校の拠点案内してくれない？もちろんっすよ。ああ、あいつ気づいたら釘崎の射程みたいになってた。リンドって元からあんな感じなのか。良くも悪くも単純な人なので、一度尊敬スイッチが入るとああいうテンションで懐く事例は知っています。凪の先生に拾われて分校に来た当初はまさにあのノリで慕っていましたから。すげえな、いろいろと素直なやつなんだろうな。こうなるとは想定していませんでしたが、今は無事なことを喜ぶことに。はっ、しまった。どうした？虎杖悠仁、あなたと打ち解ける気はありません。気軽に話しかけないでもらいたい。あ、はいはい、しれっと行けば大丈夫かと思ったけどダメだったが、仲良くしときてんだけどな。
バラねえ、カバンどこっすか？あたし持ちますよ。あそこまでは行かなくていいけど。福岡到着してからすぐ呪霊と遭遇し戦闘、これを払いました。人的被害はありません。報告ありがとうございます。私も凪の学長と共に福岡へ向かっている最中ですので、詳しい話は後ほど。はい。さっき遭遇した呪霊、明らかに知能がありました。こちらを廃ビルの内部へ誘い込むような動きを。そうですか。やはり九州の呪霊が平時より強力なのは間違いなさそうですね。慎重に対応を進めましょう。はい。俺は現場をもう少し調べるんで、これで。正直、まだ俺たちが理解できていない別の意図があった可能性すらある。俺たちを誘い込むだけ誘い込んでおいて、あとは普通に戦って普通に払われた。本当にそれだけか？ここで何が起きてるんだ？